ハパドックとは、中国原産の古い愛玩用犬種である。犬種名のエイジスペルは、ハー、パスカル、ドックと綴られることもある。中国名はコークで、その犬種名は小型の愛外犬を意味している。また、パグやペキニーズ等とは、血統的な関わりがある。老いたちや歴史についてはほとんどわかっていない。古代愛玩犬種の一つで、パグやペキニーズ、チベタンスパニエルとは、 親戚関係にある。一説によると、ハパドックは、この三軒種の先祖であるとも言われているが、これらとは、兄弟子関係にあるという説や中間種であるという説も唱えられている。しかし、近年の調査によりハパドックはローツと兄弟種で、後にローツはオールドパグへ、ハパドックはペキニーズになったとされる、別の仮説も導き出された。なお、 この説でもティベタンスパニエルはもともとペキニーズと同系の犬種であるためハパドックとは親戚関係を持っていることに変わりはない。だがこれに異議を唱える専門家も多くいるため決定した定説にはなっていない。ハパドックがなぜ長毛のペキニーズ及びチベタンスパニエルに変化したかの調査がまだ徹底されていないことなどがその要因の一つである。 いかなる説であってもこの4犬種が親戚犬種であるということは判明しているものの今後さらなる研究調査が行われるかどうかは2000年の時点ではよくわかっていないもともと希少な愛害犬種で身分の高い人のペットとして飼育されていた時代を経るとともに希少化が進み第二次世界大戦の戦火や中国政府が出した飼い犬撲殺などにより頭数が減少し 20世紀初頭頃に絶滅してしまった。しかし、中国やその周辺国では今もハパドックの血を引く犬が生存している。近年では1991年にネパールでハパドックの血を強く引く犬が発見されている。純血の本種はもう存在しないが、白星はイギリスのトリング動物博物館に展示されていて、今でもその姿を見ることができる。また、 パグの昔の姿を復元する試みで作出されたアメリカンドージーパグはローツとハパドックの姿をモデルにして作られたものである。ハパドックの剥製トリング動物博物館収蔵トリング動物博物館に収蔵されている剥製と資料をもとに用紙を描写すると足や首はかなり短くガニ股で頭部は体に割に大きい目は大きめでマズルは つぶれ気味で短い。耳は大きな三角形の垂れ耳で、おは、垂れ尾である。コートは、ショートコートで、毛色はイエローがかったグレーなど、体高22から25センチメートル、体重2から4キログラムの小型犬で、性格はおとなしく従順であったと言われている。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大き拓役性分動振興者、2007年、 ありがとうございます。